さあ、OK ですよ。これで完成形なんですけども、どうですか、皆さん。体熱いでしょ？熱くない体。なんで熱いんですか？なんか激しい運動しました？まあ、ある意味激しいけど。心拍数上がるような運動しました？してないね。なんで熱くなってるかって言ったら、もう答え1個しかないよね。血液循環めっちゃ良くなってるからですよ。今まで良くなる。で、これを運動って言うんです。もう運動の考え方はもう変えてくださいね、新しい時代。運動っていうのは必要なことをしてあげることを運動って言うんですよ。運動はどんだけしたかはもう関係ありません。実際されたのか、運動されたのか、運動効果があったのかを検証しないといけません。今まではどんだけもう運動しろ運動しろの根性論みたいだったんですよね。やっぱり時代がそういうのもあって、で、昔はスポーツ科学の世界でも心拍数が同じ程度の運動は同じ運動効果であるって決めつけてたんですよ。全然違うことが近年分かってきています。で、運動というのは今言ったように必要なことをしてあげる。今ふくらはぎに関してだけ言いますけど、縮んでたわけでしょ。縮んでるってことは運動してないやんか。運動不足やん。だからそこに必要な運動、つまり伸ばしてあげて元の長さに戻してあげるっていう運動を施した。そしたら筋肉はもともとポンプ作用をする作用があるので、その瞬間から収縮弛緩してポンプで血液を流すということをその瞬間からやり出すんですよ。なので全身に血液が巡って体が熱くなるってことなんです。で、中に運動効果が与えられたってことなんです。これを運動がちゃんとされたっていうことなんですよ。で、ここを見直していかないといけません、これからの時代。特にですね、で、フィジカルタイプ、つまり歪みがある体の状態で ってやって、これ治ります？治る？治んないでしょ。フィジカルタイプがある体の状態で1万歩歩いて治ります？治らないね。これ残念ながら歪んでる体を運んでるだけなんですよ。だからこういう人っていっぱい多くて、運動してるのに運動不足なんですよ。かわいそうに運動の本質が分かってないからこんなことが起きるわけ。で、いかにね、心拍数を上げずに中に運動効果を与えるか、これが大事なんですよ。僕は生体時代からおじいちゃんおばあちゃん相手にしてきたんで、心拍数を上げるような運動を教えたら危険ですよね。僕が見てる前だったらいいけど、そのおじいちゃんおばあちゃん家帰ってから自分でやりはりますよね。じゃあ危ないやん。だから当時から心拍数を上げずにいかに中に運動効果を与えるかっていう方法ばっかり開発してきたんですよ。で、これからのジェペン、つまり日本は放っておいても超高齢化の社会ですよね。おじいちゃんおばあちゃん増えていくわけでしょ。心拍数上げるような運動を やらしてる場合じゃないんですよ。危険が伴うんですよ。時代はいかに楽ちんに中に運動効果与えるかです。あとは好きな人はきつい運動もやればいいんですよね。残念ながら大半の人運動好きじゃないんですよ。その人たちに向けてこういう方法が必要だっていうことなんですね。だから体が熱くなるってことです。僕もそんな運動ばっかりしてるので、ずーっとこの体型をキープしてます。元気ピンピンでございます。ずーっと喋り続けてもずーっとこれです。明日も僕セミナーですからね。でも元気ピンピンなのはこんな運動ばっかりしてるからなんですよ。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。